スーパーマリオメーカー 2! おぉ、あった。さあ、というわけで、今回からスーパーマリオメーカー2の実況プレイをやっていきます。わらです。いやー、実はこれね、挨拶取り直したのが5回目なんですよね。どうしてもあのスーパーマリオメーカー2っていうとこがさ、合わなくて、さっきのが一番良かった。さあ、それでは、やっていきましょう。まあ、まずはね、今回一発目なんですけど、はじめはね、ちょっとやりたいことがあって、それをね、やっていこうと思います。っていうのも、今回は、スプラトゥーンの塩辛節をやっていこうと思います。これやっていくっていうか、このマリオメーカーにはオートマリオっていうのがあるらしくて、まあ、自動的にね、操作しなくても自動的にどんどんマリオが進んでいって、ステージをクリアするっていうのがあって、さらに、それにプラス音楽をプラスして、まあ、作れるらしくて、今回はね、塩辛節をやっていこうと思います。まあ、前回というか前にね、フォートナイトで、フォートナイトピアノっていうのがあるんですけど、それでね、それでもやったんですよ、塩辛節を。まさかこっちでもするわな。塩辛節に何か縁がありますね。じゃあ早速、やっていきます。これは踏めば、すげえ。これさ、全然勝手が分からんけんさ。どうやっていたかいいか分からんけど。これ、あと、あっとるよね、これで。これでクリア。あ、クリアした。へぇー。なるほど。キノピオの姫が。へぇー、面白。すごいな。なるほど。こういう感じか。もっとなんか難しいかと思ったけど、本当に、自動的に進んでいくんだね。へえ。いいね。ちなみにね、コース ID はね、ここに書いてあるんで、これをね、打ち込んで、やってみたい方はね、やってみてください。あと、他にもちょっと気になるコースがあって、単純にね、ランキング1位のコースがあって、これはいわゆる普通の、まあ、スーパーマリオと言われるやつだと思うんだけど、これをね、やっていこうと思います。すごい人数やってない?やばないこれ。まだ発売してさ、二日ぐらいなのにさ、もう、20万マジか。やば。やっていきましょう。日本人の人が作ったんだな。すご。やっぱマリオ系日本人強いのかな。てれれれれー。これは、普通のコースやんね、多分。特に、お、あ、なんだお前え、何犬知らんキャラがおる。いや、今までのさ、マリオメーカーを知らんからさ、全くわからんのよね。ちょっと、ギミックがさ、これはわかる。これ上やろ。この、ウィーン、ウィーン、今です。うますぎちゃん。ドッスンするして、はい。はい。ここは、足場崩れんやつか。よかった。おー、怖いよ。ドッスンが怖い。はい。これ何?あ、コーラ。はい。このさ、なんか、ようわからんさ、ひどいっていう、なんか、この何?多分プレイヤーがやったんかな?わからんけど。邪魔で見えんのよな。下の、どうなっとるかが。あれ邪魔やな。消せんのかな?あれって。ほい。あぶっ!これはひどい。なるほどね。あの境目で、なるほど、オッケーオッケーオッケー。完全に理解した。飛びながら押す。オッケー。うますぎ。うますぎ案件だよ。これも簡単だね。はい。ほい。いいねー。なんか、気持ちがいいコース。あ!お、びっくりしたなんかと思った。なんで急に生きるのかと思ったら。どっすん?お前がおったんか。押してー!ありがとう。はい、今!うま!で、ここも押してくれるかな?押して!センキュー。楽
楽しいな。これさすが1位のコースやな。面白いギミックしてるわ。これどうすればいいのかな。多分ここ踏まずに、あここ死にすぎやろ。同じところでみんな死にすぎやろ。気持ちはわかるけど。あれでもさ、押したでかいよな。押さず、あ、うま。押さずに飛ぶ、うまかった。はい、オッケー。はい、オッケー。で、ここはどうすればいいのか。ジャンプしながら、はい、う、おお、かかかかけ。で、これジャンプして、ふんのうじいか。クソでけえな。はい。あんなキラーもあるん。を踏みながらジャンプ。おっかかかけ。はい。天秤ですね。ここはわかる。これはわかる。行き過ぎ問題。はい。危なかった。今。シンプルしとった。シンプルし。あ、フラワーや。懐かしいな、これ。これ止めれんのかな。止めれんやつやわ。マジか。タイミングか。今。はい。今。あ、あぶ、あぶ、びっくりした。今。あ、じゃあ、今。今。あ、むず。ふい。あ、じゃあ、今。今。今。はいはいはい。これはむずいですね。はい、今。今、あーし、もっとシンプルな。違う！ほっ、なー！へーっ！ほっ！よし！いけたー。あー、そこむず。最難関では、あれ。もしかして。はい、はい、はい、はい。はい。流れるような、このプレイ、届かず。届かず。はい。はい。帰ってきました。ここです。フラワーゲットして。今、あ、遅かった。今、あ、ちゃうわ。今。今。今、はい、OK です。ここもタイミング。今。今。今。はい、馬ちゃん。馬ちゃんでした。一回分かればもう分かる。あい、あい、急にボス戦です。死ぬ、死ぬかもしれない。死ぬかもしれない。あ、あ、オッケー。死ぬかもしれない。オッケー。はい。これ押せばいいんかな。押すとなんかあれか。クッパにダメージ。はい。お前火を吐くやめて。びっくりした。はい。はい。いけ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 。どんどん押せ、どんどん押せ、どんどん押せ。はっ！あ、違うわ。これタイミングや。オッケー。うますぎ。はい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 、オッケー。あー、倒した。あー。焦るな。クッパがいるとやっぱ焦るわ。お？これクリアでは？おー、来た！クリアや。やったー。やっとクリアできた。結構時間かかったくない？さあ、コースクリアしました。合計時間、あ、でも4分か。言うて4分か。制作者は59分で。いや、早すぎやろ。え、これあれか。一番早い人が59分か。なるほどね。じゃあこれ RTA とかできるんやな。なるほどね。マリオメーカーがなんか人気な理由がちょっと分かったわ。あ、じゃあこれからね、またどんどんこんな感じで、マリオメーカー実況やっていこうと思います。皆さんもね、おすすめのコースとかあったり、みんなが作ったコースやってほしいのがあったらね、ぜひぜひ、コメント欄とかツイッターにね、書いてもらったら、ぜひやると思うんでね、お願いします。それでは、今回はね、この辺で終わります。また次回お会いしましょう。バイチャ！